攻撃の、まあ、一つこの人はキーになる選手です。川辺パス、柏出てきてボールを後ろに置いての柔らかいクロス、おーっと右ポストに当たった、シュート打つ、こぼれ球森島、先発起用に応えました。今季初先発の森島、広島先制です。左で柏と川辺が絡みました。あの守備からですよね、はい、柴崎があの鈴木のところに、まあ、要は同数ではめるという話をしたんですけど、はい、武藤のところにしっかり佐々木が後ろからそこの1対1のところで、まあ、ミスを誘ったところで攻撃につながりましたけど、はい、守備からしっかり矢印前に向けたところに対しては全体が押し上げたので、はい、またここの、ね、柏のうまさも出ましたし、押し上げた流れしっかり決めましたので、うまく守備から攻撃まで作りました。今リプレイでその柏と川辺がボックスの角で絡んで